ミョンドン最終日、もうね今日飛行機で帰るんですけど、帰る前に、サムゲタン食べていきたいと思います。なんか結構あのグーグルでレビューがいい感じのところがあったんで、ミョンドンのところで行ってきます。あ、ここだ、2階にある。ありました、2階に入り口があった。1階にあるかと思ったら2階にあった。ここだ、予約入ってる。すごい、いっぱい用意されてる。王にだ。今日もいちいちね、テラビール、また今日も2杯目のビール。ここにね、いろいろ書いてあります。メニューね、頼んだのこれですね。なんかここにね、食べ方みたいな感じで書いてます。すごいクリーミーな感じ、キムチも美味しそう。トロトロしてますね。うわー、すげえ味ついてる、めっちゃ。うん、最初から結構いい味、なんかコーンスープみたいな味。うん、薄い、うまい、ホテキ、ホテキもうまい。サムゲタンね、行ってきました、ここ。はい、非常にね、あのめっちゃクリーミーなあのスープで、なんかね、初め口に入れた時コーンスープかなってぐらいめっちゃマイルドなねスープで、なんかお肉もなんかちょっと特殊なちょっと黄色っぽいお肉で、やっぱ柔らかくてね、ご飯もね入ってて非常に美味しかったですね。でもう11時40分ぐらいだったらもうほぼ満席で、で置いてあるキムチとかを勝手になくなったら取ってってもらっておかわりしてもらうみたいな感じでですね、まあお値段もまあまあそこそこ悪いけど、めちゃくちゃ人気店ですね。隣とか全員韓国人の、方だったん でミャンドンのど真ん中ぐらいにあるんでね、はい、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、コポンっていうのかな、コポンのサムゲタン屋さんね、ちょっと後でテロップ入れますけど、ぜひ行ってみていただければと思います。